篠原孝之水墨画塾篠原です。私の画塾は日々の暮らしの中で水墨で絵を描いて楽しむことを目的としています。旅先で出会った景色や孫の小さい頃の姿を絵に残せたら楽しいと思いませんか？展覧会で会員になることや受賞を目指す会ではなく、そんな絵を描くことを純粋に楽しむだけの趣味の会です。画塾生の年齢は20代から90代まで、職業も様々で、始められるほとんどの方が初めて水墨で絵を描くという人たちです。私の役割は絵を描くサポートをするコーチのようなものと考えています。初め1年ほどは篠原孝之の描く手本を真似て基本的な知識を教えます。その後は毎月変わる課題を篠原の絵を参考に自分なりの解釈で絵を描いていきます。水墨画ですが、描く課題は身近なもので、日本や外国の旅行先で出会った風景、子供や孫、愛犬、愛猫、庭の果実や草花など、日々の暮らしの中で印象に残ったさまざまなものを描いていきます。課題以外にも意欲のある方には自由課題でご自身の描きたいものを絵にするサポートをしています。構想から形や構図、筆墨での表現とアドバイスをしながら一つの作品を仕上げるのも楽しみの一つです。私の作品を見て、こんな絵はちょっと私に描くのは難しいかもしれないと思われる方も多いのですが、描くのは私と同じ絵ではなく、その人自身の絵なので心配無用です。自分の絵がどんどん良くなって、いろいろなものが表せるようになることは楽しいことです。では実際に受講されている方がどんな方や、またどんな絵を描かれているのかをご紹介したいと思います。いつか絵を描けるようになってみたいと思って、全く心得がなかったんですけれど、たまたま先生の絵を YouTube で拝見しまして、でそれまでも水彩画とかいろいろ見てたんですけれど、趣味も面白いなと思って一度お伺いして見せていただきたいと思って、メールでお尋ねして教室に伺うことになりました。全く書けないと思ってたんですが、なんとかなぞって書くだけでも筆が進んでいくのがすごく楽しくって、これからもずっと続けていきたいなと思っています。それで絵は好きな景色を描けたらいいなと思ってるんですが、そこにピンを忍ばせるのがなんかちょっと楽しみで、その絵に合うような雰囲気でそういうのが忍ばせられたらなんかやったと思って楽しんでいます私は十数年になると思うんですけれども、展覧会とかに一切出すこともなく、ただひたすら自分が描くのが楽しみで続けていると。とにかく私は水彩をやってたんですが、水墨が非常に奥が深い、面白い、楽しいもんであるということと、もう退職しまして皆さんの同じ趣味のお友達がたくさんできました。まあそれが一番何よりの毎日の楽しみで、一生懸命水墨に励んでおりました。現在は東京から来ています。今まで通りご登録ですが、長く続けていければと思っています。一生のうちに1枚だけ描きたいなと思って勉強させてもらいたいなと思って感じました。大の苦手の絵を描き出して、篠原先生のお人柄で孫の絵を成長の過程を11、2年ずっと描き続けています。でこれを描くのはね、もうとにかくもう。何かしとかないと何も遊んどくわけにいかないし、何かをやっていけば一生懸命なっとる子供がね、お父さん頑張ってるなと思ってくれるというから、思ってくれると思ってやり始めたら、興味を持ち始めたというかこのたんびに新しい発見があって、新しいこと教えていただいて、ほんでまた前に直ったこと忘れてしまうその繰り返しになってますが、まあ、日々楽しんでやってみましょう。今まで墨なんて習字もやったことがないので、どんなものかわからなかったんですけど、それぞれいろんな世界が広がっていて、ああ一度自分もやってみたいな。これはメイクを行った時に、奥日光のね、表前の男でいただきました。まあ結果はどうか知りませんけども、まあまあ納得できる。仕事を辞めてから何かやりたいなという気持ちもありまして、もうここへ来るのが楽しみで、もう毎日毎日待ち遠しいという感じでしてもらっております。どこまで行くかなどうか分かりませんが、こんなふうにあなたも日常生活に水墨画を取り入れてみませんか。画塾に通える方は京都、奈良、大阪の教室に。通うのが難しい方にも、アナログ派の方には通信画塾、デジタル派の方にはオンライン画塾で受講いただけます。詳しくは篠原貴之公式ホームページでご覧ください。